んこんばんは。元男の子の青木かどんです。今日ですね、感染対策を行った上でお仕事で新潟県に初めて来ました。どうですか新潟？めちゃめちゃ綺麗なところですね。スノーラビット。今日ですね、私新潟初めて来たんですけども、ちょっとですね、あんまりここの新潟のこと詳しくないんで、今日は新潟出身のとある元男の子にこちら新潟の観光案内をしていただきます。あれ来ないな、いつ来るんだろう。これちょっと演技っぽいですか？ちょっと演技っぽいですね。わかりました。寒くないの？すごい若いね。若いんだ。すごい寒そうですね。新潟の人がやっぱり寒いから。やっぱり寒いですよね、うん、じゃあ暖かくして寝てください。はい、ありがとう。お元気でね。お元気で。ありがとうございます。はい、通行人の方から橋の上でワンピース着た女の方が橋の川を見てて飛び降りるんじゃないかっていう通報が来たんですけど、お姉さんで間違いないですか？あ、私ね、飛び降りようとはしてないですよ。何の関係ですかね、今 YouTube の撮影で YouTuber ってことで YouTuber で良かったですかね。飛び降りないです。降りないです。そう見えた通行に行く方がいたんで、ね、YouTuber の名前って何なの？ジャイコです。ジャイコ。青木カノンです。青木カノン。はい。特に飛び降りようとなんてしないです。してないです。え、今撮影なんで。ちゃんと私たち女性って言われてます。ワンピース着た女性だってフィーチャリングしといてください。でもすごいいい方ですね。この季節なんでワンピース着るっていうので、あの事件じゃないかっていう心配してたんで。はい、このご時世だから。そうですよね。ちょっと血迷って飛び降りちゃうんじゃないかな。はい、そうです。そんなことないです。元気です。全然元気なければ。はい、ご心配です。すいません。もうすごいな、綺麗な万代橋で撮影をしたいなって。有名なんで。 YouTuber ってことで。はい、 YouTuber です。事件性なしなんで、なし。私これで5人で風邪ひかないでくださいね。やばい。寒いですよ。本当ですか？風邪ひかないように。あ、わかりました。ありがとうございます。すいません。ダメですよ、飛び降りようっていう雰囲気を出しちゃう。出してない出してない。後ろから見てただけだからね、本当に。カノンちゃん、神社行くよ。はい、カノン。あー、どうですか？あー、いいっすね。てか、めっちゃ綺麗じゃないですか。え、カノンちゃん、初新潟じゃない？そう、初新潟。イエーイ、ここ新潟駅だー。やば、地元なんですよ。地元、私学生の頃めっちゃ来てて、私あそこでエクステがネットカフェみたいなところ入ってるところで、はい、エクステつけてた。ジャイコがいたのが、東小村ってここから遠いんですか？ここから電車で1時間ぐらい。じゃあもうしょっちゅうここで遊びに来る。そう、新潟の人はだいたい新潟の渋谷。そう、渋谷だってすごいっすよ、あそこバスがいっぱいあるし、しかもあそこもバスターミナルとか、それでだいたいどこでも行ける。へー、すごい。おすすめでーす。もう顔当たりました。ごめん。たくさん雪の感触どう？東京の雪と全然違う。なんかね、水分が少ない。チャリチャリしててなんか気持ちいい。なんかサンダルだからすごい気持ちよさそう。超気持ちいい。なんか踏み心地めっちゃいいもん。うん、ほら超いい。確かに。案内していただけますか？今日はカノンちゃんを今日新潟でご案内するツアーです。お願いします。はい、どうですか、ジャイコ今日可愛いですか？どうですか、私とジャイコどっちが可愛いですか？どっちが可愛いですか？やだやだやだ。ちゃんとカメラにアピールしていっぱい。召喚すごくない？一緒にしないで。案内してください。ごめんね、忘れてた。新潟駅もね、すごいね、栄えてるからいろいろあるんです。
そう、びっくりしたのが地方とか行かないからあんまイメージつかなかったんですけど、めちゃめちゃ便利じゃないですか。そう、便利便利。バスもあるし、タクシーもあるし、交通の便とかいい。これってどこまで行くバスなんですか。でこれはトルマチとかいろいろ。ちょっと見ていいですか。名称が全然わかんない。あ、新潟工業大学。はいはいはい、はい、新潟のって言ったら私高校球児オタクなんで。あ、そっか、日本文理な。日本文理めっちゃ強いんですよね。日本文理、あと中越高校。あー、有名有名。クナンちゃんさ、うん、野球やってたじゃん、はい、ちょっとさ、私にさ、雪玉をちょっと投げて。いや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 、後で投げましょう。ここで投げたら他の人に当たっちゃうから。愛のゴーストたち。言うよね、ほんと言うよね。言うよな、ほんと言うよね。もう一回もう一回もう一回言うよね。かわいい、ほんとかのんちゃんかわいい。ジャイコのかわいいってほど適当な言葉はないですよ。なんでひどい。なんで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 。私が昔の女装時代、今多分写真出てると思うんですけど、女装時代の写真見て、あー、かのんかわいいって言ってたじゃないですか。言ってた。でもこの前会った時、あの時ほんと男だったよね、女装だったよねって言ってた。ね、今エガちゃんみたい。ちょっと新潟荒らさないでもらっていいですか。すいません。私一応地元なんで。あ、ごめんなさい。ダイコ言ってたじゃないですか、なんか AKB の方誰と回っちゃうんですか。え、言っちゃないですよこれ。今も現役で頑張ってるメンバーだから。どういうつながりなんですか。たまたま運が良かったのかな。へえ、すごい気に入ってもらえて。そう、めちゃめちゃ豆なんですよ。なんかびっくりするぐらい豆で、先輩後輩の関係でもすごい豆なんですよ。全然豆じゃない。ただ私は自由人だから、自由にやれなきゃ私って嫌なんですよ。へー。でもなんか自由にやっても許されるから、すごいなんかみんなに好かれる。ねえ、ひどい。ねえ、今私語ってるんだけどね。ひどい。めっちゃすごいなったんだけど。いつまで続きますこの話。もうじゃあ終わりで。あ、今私の剛速球。あ、ほんと？え、全然届いてなかった。あ、なんか言ってる、なんか言ってる、なんか言ってる、キャノンちゃん。あ、楽しないですね。あ、全然全然。何ですかこれ。特別な加工ですか。あ、ほんと、色が違う。あ、すごい、うん。ありがとうございます。気をつけて。私あれやりたいんだけど、ジャンプしたらさ、三日月の前についてるみたいな。あ、いいっす、いいっす、いいっす、せーのーせ。なんでジャンプしてないの。ひどくな。裏切りました、このオカマ。このオカマ裏切りました。痛い、やだ。今、剛速球ついた、私ついになりました、球が。やだ。到着。三日月、ここで。これ昔テレビで見たことある、イタリアンっていう。これこれこれ。あ、これが一番美味しいんですか。そう、これが一番有名。焼きそばの上にミートソースが乗ってるみたい。超美味しいの。しかも値段が350円、大盛りでも420円。安い、お得、うん、今回撮影の許可もいただいたので。オッケーもらいました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。新潟優しいね、みんな優しい。早速イタリアン食べに行くぞ。私並盛りのイタリアンで。私はじゃあイタリアンの大盛りで。美味しそう。美味しいの。夏とかだと美味しそうですね。美味しい。あとたこ焼きも美味しい。全部美味しい。これはあれですか、スパゲッティなんですか。焼きそば。焼きそば。焼きそばみたいな感じ。食べてみたらわかる。来た。お待たせしました、イタリアンです。どうですか。すごい、なんか初めて見るなんか感じ。美味しそう。パスタのようでパスタじゃない。そう、焼きそば。焼きそばのようで焼きそばじゃない。ちょっとミートソース感じ。大盛り。私大盛り。おお、いただきます。めっちゃいい匂い。うん、メインにソースの味がなんかそうちょっと染みてて、ミートソースの感じがうまくなんか中和されてて、なんかまた独特な味ですね。シンプルなのに美味しいな、これ。全部気に入ってもらって。うまい。私の学生時代はこれ。いただきます。久しぶりの。たまらない、やっぱ美味しいです。幸せ。めっちゃ入るね。これ勝負だったの。ホワイトイケメンが一番食べたいかも。美味しそうですね。絶対美味しい。ごちそうさまでした。お疲れ様です。今日街歩いてるといろんな人に二度見されるんですよ。なんでですかね。わかんない、私そんなに綺麗なのかな。いや、なんかわかんないけど、こうやってすれ違い際にこんな感じで見られるんですよ。ちょっと自分に自信出てきた。うん、やっぱりなんか芸能人って違うな。マジですか。なんかオーラ的なものですか。ウォーキングしたくなってきたもん。
おかしいですか？いつもの違う感じが。うわ、今から2人で今年2021年の初詣をやってきますが、あの境内の近くはちょっと映せないので、はい、今から私たち行ってきます。願ってきましたよ。何を願ってこられたんですか？私は2021年中にチャンネル登録者数50万人を、願ってきました。お父さんは？カノンちゃんの後に言うの恥ずかしいんですけど、2021年は素敵なプリンセス。今回楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとジャイコと私の SNS も画面の下にありますので、そちらも画面の下からチェックお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。